その日はいつもと変わらぬ朝でした。嫌われちゃった。平和な朝の後訪れる悲劇、事件はあの山の峠道で起こりました。山の頂上付近にあるロータリー、ここからの景色が凄まじく、僕たち家族はここからランチを食べることに決めました。僕はドローンを飛ばし、この絶景を映像に残そうと思い、背後から前方に向けてドローンを飛ばすことを決意。低速で進み、北海道の大地を映しました。真っ白な雪景色。しかしここで突然の強風に見舞われます。その瞬間、ドローンの操作を誤り、どこかの木に引っかかり、行方不明になりました。しかし時代は21世紀、最新鋭のドローン航空機は高性能の GPS を搭載しています。アプリと連動し、常にドローンの位置を把握することができます。つまりこの GPS 画像を見ながらリアルタイムにドローンの場所を探すことができる。さらにドローンが点滅とビープ音を発信してくるので、自らの位置を僕に知らせてくれることになります。走って油断しないで、ねえ落ちないでね、西君。ここに見えないか、あっ、ほう、ダメ。取ってくるから。どうやって木に登るの？うん、そんな。いやでも下クッション雪だから大丈夫。はあ、知ってくるわ。気をつけてね。やばい。あの木だ。熊が出たら嫌だけど。それは絶対いけないよ、頼むからやめて。わかったわかった、ちょっと待って、考えるから。ここで怪我してさ、大怪我する方が大問題だよ。来い。
あ、どうしよう。ねえ西くん、ダメですね。ちょっと手が冷たすぎる。ごめんね、ちょっと絶対方法あるかな。安全帯で行こう。安全帯で行かなきゃダメだよ、うん、木に重りをつけて紐で投げて木の枝を許せば落ちてくるはずだから。いやでも紐がないんだよ。ちょっとこれ引っ張って。よし、いやスパナでいいかな。これでこれを木に投げて揺らす。うまくいってくれ。教訓になりますねこれは。マジでダメだわこんな。危なすぎる。よし行きます。よいしょ。脚立も怖いんだよな。これいやむずいな。むずいな。弱さを支配せよ。精神を研ぎ澄まし、成功だけをイメージせよ。回転数を上げ、狙いを定め、そして巻きつけろ。あとは揺すれば必ずドローンは落ちてくる。できる。信じろ。海よ、そして大地よ、この星に生ける全ての命を、今だけこの瞬間だけ俺に力を分けてくれ。ああ畜生、登るしかない。やめて西くん、お願い。やめて。あ、神様。落ちろ。よし、救出します。落ち着いて。救出だ。救出した。むっちゃこれさ、すぐ持ってって雪降って。この間の気をつけてね。気をつけて。